どうも、こんまちわんこ、すっころべいこです。仮面ライダー忍び、第46話の感想動画です。いやー、前回ね、天草白を時きに、イロハがさらわれて、ね、イッチーが死んじゃって、どうする忍びってなったところで、今回は異世界の忍者ライダーがなんか出てきましたね。えーと、仮面ライダー対空運でしたっけ 異世界にはね、願いを叶えるために戦ってる仮面ライダーがいるんですね。なんか龍騎みたいですね。もしかしてライダー同士でバトルワーとかしてるんですかねしかもね、なんか見たことないドライバーとアイテム持ってたんで、これからね、こいつがなんか一ーの代わりにレギュラーになるのかなって思ってたら、あっさりとね、元の世界に帰っちゃいましたね。各流派にね、ライダーがいるっていう設定も持て余し気味だし、アイテムがね、商品化されていないライダーも多いのに、何考えてるんですかね。正直ね、レンタロウが一人でどう逆転するのか、 ついにガマの師匠が動き出すのかと、いろいろ考えてはいたんで、突然ね、異世界からわけわかんないライダーが出てくるとは思いませんでした。そういえば、タイクーンっていう仮面ライダーの他にも、まあ、ゼクロスとフーマと、なんかもう一人なんかいましたよね、緑色のやつ。 あんなライダーいましたっけ忍びがね、平成ライダー24作目で、一応24作品全部見てるつもりではあるんですけどね。なんかの劇場版のライダーだったのかなあとさ、なんか、タイクーンの姉ちゃんがさらわれたとか、たぬきそばの下りとか、正直いりますかあれ。 お前がバイトしてるとか知らねえよ。どうせ異世界でも、そういやそば屋でバイトしてたな、こいつ。忘れてたわ。とか言われてるくらいのね、忘れられた設定なんでしょやっぱりね、レンタルを再起させる役目が、ホットでのキャラクターっていうのは、どうしてもね、いただけないかなって思います。そんで、やっぱり一番の問題は強化フォームですよ。なんで今回出たばっかりのお前に新アイテムが出てくんねんっていうか、 バックルってなんやねんって。狂炭そんなに売れんかったんですかね序盤からライダーに変身する力には限界があるっていう話があったじゃないですか。捕獲した忍者ライダーのエネルギーをレンタロウ自身の覚醒で取り戻して、 真の忍びになるみたいなのを予想していたんですよね。だってもう46話ですよ。未だに忍びの強化フォームないですからね。まあ、レンタルは強すぎるから、そこはあんま気にしたことはなかったんですけどね。でもやっぱり、ポットでのよくわかんないやつのアイテムとスーツ作ってる余裕あるんならって思っちゃいますよね。正直ね、45話までかなり面白かったのに、ここまでね、構成に不安を覚えた仮面ライダーはね、初めてでした。僕の考えすぎなんですかね。 でもやっぱり本編の忍者ライダー全然処理できてないのに、ハイクーンとかいうのを出してレンタロウの危機を救わせたのはマジで,で意味わかんないんですよね。変な世界に来て、ケイワーでしたっけ彼からしたら、まあ、怪物みたいな奴らに姉ちゃんがさらわれたっていうのにね、なんかリアクションも薄いし、そこまで姉ちゃんのこと大事ってわけでもないんですかね。皆さんはね、今週のシナミについてどう思いましたかよかったらコメントをお願いします。 はい。というわけで、茶番にお付き合いいただいてありがとうございました。実際ね、今回の忍びがどうだったかっていうと、割とね、さっきの茶番で言ったことが、そのまま忍びの感想みたいなところはあって、忍び単体で見たかったなっていうのが本音です。 そもそもで言うと、アウトサイダーズみたいなしょうもないのやるくらいなら、全力で悪ふざけした忍びの最終章3話くらいやっても、よかったんじゃないかなって思ってる分ね、忍び単体で見たかったなっていう気持ちはね、ちょっと一倍強いですね。僕の目算が甘いのかもしれないですけど、忍びやりますって言ったら、ETFC にまで入会するような層の需要って満たすと思うんですよね。それだけじゃ足りねえってのが、忍者ライダーがね、集結して、 悪の組織と戦うっていう構図とか、戦闘員ボコって、ボス倒すみたいなね。その戦闘シーンみたいなものだけで言えば、e t f c ってこういうのでいいんだよなっていう感じではあったんですけどね。でもすごい邪推しちゃうんですよね。原稿のタイトル以外を主役で持ってくる場合は、原稿とのコラボ商品とか、目玉になるゲストとかいないと、プレゼン通んなかったのかなって。いや、忍びだけじゃねえって渋ってるから、 タイクーンの新商品つけますってなって、いやーもう一声ってなって、忍者ライダー集結させますとか、なんかね、こんな流れだったんじゃないかなってね、やっぱ思っちゃうんですよね。まあそれくらい、なんか忍者ライダーを集結するっていうこと自体が、宣伝以外に何かその意味があったのかっていうのが、どうしても引っかかるんですよね。特にね、やっぱりその、菅田さんが出演するって聞いた時 あこれ、忍びを楽しみにしていたファン向けじゃなくて、 ネットニュースに乗ることが目的になってんじゃんって、やっぱ思っちゃったんですよ。忍びをね、素直に作るか、その忍者ライダー大集合のガールズリミックスみたいなのを作るか、どっちかにした方が良かったかなってやっぱ思っちゃうんですよね。忍びの新作が2023年に作られるっていうこと自体はね、なんか僕的にはその2020年9月から2023年8月までやってるみたいな想定だったんだろうなとは、発表された時点で思ってはいたんで、そこ自体はいいというか、今のタイミング じゃなかったらそのコンセプトがね、忍者ライダー大集合とマッチしてなさすぎるんですよね。やっぱ忍びの最終決戦を作りますとかの方が、絶対会員増えたと思うんですよ。出すなって言いたいわけじゃないですよ。でもね、もうバレてんすよ。どうせそんなに出番ないんだろうなって。なぜならね、ずっとそうやって、 レジェンドの客引きでファンをね、がっかりさせてきたんだから。というか、どんなに出番少なくても、もう声だけでも本人ならとか、変身シーンだけでも見られたら満足だったんですよ。もう一度当時の役を演じて動いてくれるだけでね、満足だったんですよ。それをね、またか、だろうね、どうせ扱い軽いんだろう、という風にね、したのはね、他ならぬね、東映さんなんですよ。本当にね、そのアウトサイダーズの反応を見る限り、僕みたいにね、もううんざりしてる人と、楽しみにしてる人ってね、半々、 いやー、多分、まだ楽しみにしてる人が多いイメージではあるので、その人たちをね、もう僕のようなね、釣れたオタクにしないためにもね、もう少し話題性重視の作り方を考え直してほしいんですよね。ETFC のスピンオフ <laughs> じゃあ見なくていいや。ってなるのね、時間の問題っすよ。ただ、話題性重視っていうところを全て否定したいわけではないです。やっぱりその忍者ライダー大集合っていうところで、風魔がその正義側として、 そのアクションをするっていうところが見えたりもしたんで、ああいうのはね、貴重なシーンだったなとも思うんですよ、やっぱり。そういう意味では、その TTFC のそのレジェンド集合みたいな、先輩ライダー集合っていうところの、なんだろう、役目を果たしてる。 と言えばしてるとは思うんですよ。道鎮さんじゃなかったけどね。ただやっぱり、そのレンタローだったり、その仮面ライダー忍びっていう作品が、ライダータイムでまあ3話分やったっていうのがすごいやっぱ魅力的に僕は映ったので、それだったら2022年もしくは2023年に、その最大限の悪ふざけとして、最終章をやるみたいなぐらいのことはしてほしかったなっていうのが、まあわがままだとは思うんですけど、中途半端に映像化されちゃったことによって思っちゃったかなっていう気持ちはあります。 でもね、その今回の忍びの話題性重視のコンセプトのおかげで、仮面ライダーパンクジャックがね、何者にも侵されず、良質な技術のスピンオフになったんだと思うんで、パンクジャックのための生贄になったのだと思えば、パンクジャックが好きな僕としては、あんまり文句も言えないんですけどね。いやー、それでもやっぱり、忍び単体で見たかったな。これからも特撮についての動画を出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。